趣味丸出しなの？そうか。実はこういうポップで可愛いのが好きだったのね。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月21日、日曜日の午前9時21分です。今日は特にお知らせはありません。また新しい1週間が始まりますので、皆さんそれぞれが良い1週間を過ごせますように。お知らせなさすぎじゃない？それでは、笑顔はいいけどもさ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちら、たぬき商店の豆吉です。なんかバラがすごいことになってるな。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、17,752ベルを口座に振り込ませていただきました。あ、バラってあれね。マミーさんちの方の。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。もう最近ね、なんか、めんどくさくなって、花をさ、あんまり整えんくなってきたよね。間違えた。ハッピーホームアカデミー、あ、どうだ？アイノさんのお部屋は 77,962ポイント、ランク S。お部屋作りのヒント、同じ色の家具を集めて置いてみましょう。お部屋に統一感が出て綺麗に見えますよ。ハッピーホームアカデミー。私ちょっとね、現実的なのを、現実的な感じを目指してるけん、あんま統一感ないんよね。うりちゃん、久々。あ、いらっしゃい。株売り始めてまだ少し。株売り始めてまだ少し。日曜の午前中といえば、この売りにお任せだに。さあ、今日も新鮮な株をどっさり持ってきてるだに。なんかこの喋り方さ、あれが思い浮かぶんやけど、妖怪ウォッチの、誰やったっけ、ウサピョン一株101ベルだけんど買っていきなさる？ 101 ベル買います。そんじゃ、いくつ買いなさる？一株101ベルだけんど、10株単位で売ってるんだに。ってことで、とりあえずじゃあ、もう手持ちのお金で買えるだけ買っとくか。490株？オッケー。490株ってことは、全部で49,490ベルだけんど、それでええだに？オッケー。にゃはは、毎度あり。あれか、かぶりばばあさんは、にょほほほやったっけ？笑い方。これなんかすごいよね、影とか。なんか立体的。株株上がれ、上がるとええね。かわいいぞ、うりちゃん。おー、めっちゃ増えた。なるほど。さ、101株やったね。どれぐらいまで上がるだろうか。ちゃんと上がってくれるだろうか。お、なに、どうしたの？違う。おーし、今日はオイラが新しいリアクションを教えてやるぞ。おう。ガーンっていうのはどうだ？ほら、こんな感じで。目が大きくなるのね、アイダホ。張り切って筋トレしたのに、あんまり筋肉痛にならなかった時とかに使えるぞ、の心。あれよね、なんか、運動した後の筋肉痛の時間で筋肉が成長するみたいな。やけん、筋肉痛はいいことみたいなが。ね、聞いたことある。ガーンなリアクション教えてもらった。お、なに？あ、虫捕り大会。虫捕り大会のお知らせ。皆さんいかがお過ごしでしょうか？虫捕り大会の季節となりました。開催は次の土曜日、6月27日の予定です。ぜひご参加くださいね、しずえ。次の土曜日、虫捕り大会や。ってことは今度は、誰やった？レックスがやってくるんやね。釣りはね、こうやって待っていれば、そのうち。全く釣れる気がしないな。恋愛と同じで、待っているだけじゃダメなのかもしれないね、まさしく。なんでみんな魚影のあるところに自分から行かないの？あら、エラさん、ご機嫌いかがだってば。お、いいね、朝から、川の近くで読書。めっちゃ優雅やん。午後の予定は？と、この時間に予定を整理しておくと、一日無駄なく過ごせそうね、だってば。もう今から午後の予定はとか言ってるのか？早いな。モニカもじゃねえか。おはよう、あは。お話ししよう。昨日ボイトレ頑張りすぎて微妙に声がかすれてるんだよね。いつもはもっと可愛い声なんだけど。あは。どんな感じの声なんやろ。いや、ま、声はあれやけど、これオニヤンマじゃない？違うかな。なんか大きさ的にそうな気がするんやけど。うん、トンボさ、いつもなんか早くてムカつくんやけど。ちょっと待って。なかなか捕まえれんねよね。はい、来たー。
やったー、今の見た？見た？鬼ヤンマを捕まえたぞー。よし。なんかね、たまに銀ヤンマの時にも、お、鬼ヤンマかなって思って捕まえるんやけど、正直鬼ヤンマの時って、うわってぐらいでかいよね。サメではない。多分鈴木たちやな。どこかの誰かさんへ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まったんだよ。お父さんの忘れ物かな。誰かに自慢したかったから作り方を一緒に入れたよ。作るときには怪我に気をつけて。職人のおかっぴより。おかっぴ。ダンボールベッド、知ってる。知ってる。あれなんや、昨日ね、動画がいい。夜中にもね、なんか、DIY しよる子がおったけんさ、教えてもらったんやけど、鉄骨の壁やって、しっとりやつやったんよね。なんかさっきから体中が、おー、波が飛んでる。ムズムズするんだよね。僕の体になんかついてる？かゆ。ついてるよ。ちょっと待ってね。はっ。よし、オッケー。波だ。あー、かゆ。オッケー。え？僕に波がついてたの？全然気がつかなかったよ。撮ってくれてありがとね。やっぱりアイナくんは頼りになるなーでし。いや、全然大丈夫だけども。ハンナちゃん、やっほー。アイナ、来てくれたんだね。だってね。世間話でも。ハッピーホームアカデミーの結果はもう見たのかい？見たよー、さっき。うちは、まあ、それなりにって感じかな。人から見た自分の部屋の出来栄えを点数で教えてもらうってのも、ある意味面白いもんだね。だってね。ハンナちゃんはもっと自分に合った部屋にした方がいいよ。うん。この家はうちのシーン丸出しさ。好きなものには囲まれたいたちなんだ。誰に何て言われてもね。だってね。趣味丸出しなの？そうか。実はこういう、ポップで可愛いのが好きだったのね。でもなんかね、最初のあの依頼で建てた家の子たちは、なんか本来の家じゃないみたいなの聞いたけんさ、そういうのあるんやってちょっとびっくりしたんやけど。ね。ちょっと待って、お金を引き出してちょっとお買い物を。さ、何もないね。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。3日連続ボーナス100マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ちょっと ATM。引き出し。はぁ、今預金が56万か。まだ半分ぐらいかな。とりあえず、1万ベルぐらい？いや、2万ベルぐらい持っとこうか。よし。さあ、これで。ご利用になりたいサービスをお選びください。たぬきショッピングは別にないかな。まあ、特にないね。あ、ケケカリプソ？かわいい。買う。ご利用になりたいサービスをお選びください。いや、もう大丈夫です。よし。なんかあれやね、たぬきちはさ、あの机の上のめっちゃちっちゃい扇風機やけど、しずえさんこっちにでっかい扇風機。背中から風浴びよるけど。おーし、お買い物。あ、そして、あとあれね。いらんものをちょっと、振り払っておこう。どうもー。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうもー。あいなさん、いらっしゃいませ、ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。本日は日曜のため、株の買い取りはお休みですので、ご了承くださいませ。では、何を売っていただきますか？なんか今日特に買うものないね。とりあえずちらっと覗きには来たけど。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計9270ベルでのお買い取りでいかがでしょうか？売っちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。あれやな、2階の部屋、和室にするのもありやね。ちょっとあの着物見て思ったけど。私一応今着物を持っとってさ、
椿柄にリメイクしとんやけど可愛いんよね。ありがとうございました、マスター。よし。あ、そしてなんか今ね、このめっちゃ私夏っぽい格好をしてるけん、ちょっとまたマイリザをね、フェイスペイントのマイリザを考えてくれたらしいので、つけてみたいと思います。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。どうもってことで、マイルド印象ケースへようこそ。インターネットにアクセスしますか？お願いします。はい、このおはよう世界。これね、フェイスペイントらしいんよね。どんな感じでできるんやろ。マイルドインアプリの画面を開きます。保存先を選んでください。ってことで、まあ空いてるところ、上書きします。はい、これって、待って、終了する。フェイスペイントって、顔につけれるってこと？ちょっと待って、どうやってやるんやっけ？こっちか。マイデザイン。そして、おはよう世界。これを、身につけます。あ、すごい！ちょっと待って待って待って。この、ちょ、あ、そっか。そういうことか。これ、身につけとるようで身につけてないけんさ、この服たち。サングラス外そうと思ったけど外せんかったわ。こんな感じ見える？一応、おはよう世界ってさ、この、右側のほっぺたに書いとって、左側のほっぺたに、あゆら猫がついてあるっていう。え、めっちゃいいやん。おおきに、またどうぞ。ちょっと待って、これ近くで見ようと思ったら、家の中に入ったら近くで見れるかな？私のこの、お顔を。よ、こんな感じ。おはよう世界。で、このフェイスペイントも、みんなにぜひ使ってくださいとのことなので、ぜひぜひ、使ってみてくださいまし。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いいね、なんかみんなめっちゃいろんなの思いつくね、マイデザイン。フェイスペイントのマイデザインとかあるんや。